それではマニゾーと一緒にぐるぐるっとマニワのグルメと観光スポットをご紹介させていただきます。ぐるぐるっと。ヒルゼンは西日本屈指の人気リゾート地なんだよね、マニゾー。緑豊かな高原は空気もおいしいし、アウトドアレジャーだってたくさん楽しめちゃうんです。そのヒルゼンのグルメといえば、はい、ジャージー牛乳、はい、それからヒルゼン焼きそば、はい、湯原といえば温泉ですが、その湯原にも名物グルメがあるんです。幻の青大豆、清緑で作った豆腐料理。のれんが揺れる街並みがとっても素敵な勝山へ行きましょう。風情のある街並みを楽しみながら、地酒やサバ寿司、季節限定のとろろ飯もたまりません。その勝山では春の風物詩ひな祭りや秋の勝山祭り喧嘩だんじりも魅力的。ぐるぐる回って楽しめるスポットがまだまだいっぱい。皆さんもぜひぜひ真庭市へ。